軽いですね。足、ご存知の方、いや、足がもうこう。はい、あぶんでね。多分初期さんは逆や TV。これ、ここ、こうなってるの。こんにちは、ヒコロ TV です。2019年6月にブリードハイブリッド G センシング購入して、乗っておりましたが、2022年1月にブリードクロスターに乗り換えてみました、紹介をしてみたいと思いますのでよろしくお願いします。最初はクロスター買うつもりなかったんですが、ノーマルのフリード G センシングとかに、ちょっと欲しいオプションとかをつけていくと結構高かったので、結局クロスターが一番価格を控えて買うことができたんでクロスターに絞ります。でまず外観一周回ります。クロスターの専用のデザインになってますね。アルミホイルもそうですし、下回りが樹脂のパーツ、樹脂って言ったら聞こえ悪いんですけど、まあちょっとアウトドア感を出すようなパーツを使用してます。黒い感じですね。後ろのリアウィングはオプションで付けましたね。これがやっぱり前から欲しかったんで、やっぱ付けてよかったなと思います。やっぱりちょっと印象がね、変わるんで。風力はあんまり関係ないような気がするんですけど、何かの動画でちょっと良くなったっていうのも見たことありますけど、まあそれはそれで楽しいですね。後ろのシールとかは嫌いなんで剥がしてまーす。でワイパーも取っちゃいました。の方がスッキリしてね、いいですね。ここになんかセンサーみたいなのついてるんですけど、オプションをつけたらここがセンサーになるんでしょうね。配線があるかどうかはちょっと確認してません。気になるとこです。前はなかったと思います、こういうのは。あと、まあ相変わらずこのアンテナ、このアンテナくんはもうね、かっこ悪いですね。ドアノブがね、クロスター専用になってます。あとはこのルーフレールですね。このルーフレールがついてます。でもなんか意外とあのルーフレールに直接つけるバーっていうのは数が少ないですね。昔のカルディナだったかな、あれつけれるけど全然なんか二重がダメでほぼ飾りやったっていうパターンも、なんか雰囲気だけでつけた時代もあったみたいですね。でヘッドライトです。これ LED のヘッドライトですね。コーナリングライトついてます。残念なのはこのハイビームですね。ハイビームがハロゲン、昔ながらのハロゲンライトです。ここも HID か LED にしてほしいとこですね。あとはフォグランプ、これがクロスター標準でついてます。普通の LED フォグランプです。明るさはちょっと正直よくわからない感じです。設計忘れとってもあの気づきません。スタッカーはアウトドアっぽい感じなんですね。グリルも多分クロススター専用のこういう感じでメッキの方もあります。タイヤの方サイズいきましょうか。タイヤはダンロップ製が標準でついてました。前回は買った時ブリヂストンだったんですけどね、ダンロップ製です。どんなもんかなと思ったんですけど、意外と乗り味もしっとりしてていいと思います。サイズの方は185/65-15インチ。ついでにタイヤホイールの方で、これフロントサスペンションですね。こんな感じです。あとはまあ下のさっきのドアの下っかはこうクロスター専用で黒くなっております。ドアの分も、クロスターは色が変わってます。銀色。このドアミラーとテールライトは LED です。ハイブリッドはここと両方光ります。ガソリン車はここだけになってる、ちょっと差をつけてる感じなんですかね。でもウィンカーは相変わらず、LED ではありません。バックランプも LED はありません。前の車で帰ったんで今回帰るの忘れてますけど、また帰りたいと思います。バックライト明るい方がいいですからね、安全のために。ここは、
バックのカメラですね。バックカメラ、これなんか画質ちょっと良くなったってディーラーの人が言ってましたけども、まあ、ちょっと良くなったら気にします。前のあのナビ画面に映るとすごい汚いイメージがあって、なんじゃこらっていう感じでしたね。確かここにカメラが仕込まれてるんですが、これ多分純正のギャナスのナビとかで、使うんでしょうね。全方向のオプションとかあったんかな。そういうのがあるんで、あ、全方向はないですね。あの広角か望遠かとかそういう切り替えで、まああの物理的には使えるんですけども、通常市販のナビではあまり使えないカメラ君だと思います。通常はこっち側の、通常はこっちの、ナンバープレート下にあるカメラを使います。はい、あとリアゲートなんですけど、このように開きます。実は、このリアゲートだいぶ改良されておりまして、だいぶというかちょっとしたことなんですけども、私の背は170センチということにしておきましょう。170センチあるんですけど、前のフリードの場合この状態でゲートの下をくくると頭に当たりました。ただ今回、このゲートを開けた状態で下を歩いても10センチ以上まだ余裕がある状態です。このここですね、10センチ以上余裕がありますので、まあ、190センチぐらいの人はさすがにちょっと当たるかもしれないんですけど、180センチぐらいまでの人やったら当たらなくなりましたんで、微妙に便利になったなと思ってます。っていうか、まあ前もちょっと気づいてくれよっていう、まあところではあるんですけど、ここはすごい良かったです。これを変えたんでしょうね。じゃあ続きまして、ボンネットオープン。よいしょ、間違えた、ガソリンだった。ボンネットオープン。よいしょ。そんなに詳しくないんで、何かの参考になったなと思いますので、紹介したいと思います。まずは 1.5 リッターエンジンですね。ホンダが、ホンダエンジンです。もう名前がかっこいいですね。ホンダエンジン、 F1 好きなんですけど、まあ去年で終わっちゃいましたけどね。一応ホンダパワーです。4気筒ですね。でここエンジンオイル入れるところで、オイルゲージですね。でこれがあのパワーステのフルードと思います。でこれがウォッシャー液ですね。ウィンドウォッシャー液。でこれはレンジャーって書いてるのはラジエーターですね。開けると、まあしたことないですけど、エンジンを切った直後に開けると、あったかいうちにですね、ピシューって出るらしいです。絶対やめときましょう。で、これはダクトでエアクリーナーです。で、まあ、バッテリー。意外とコンパクトですよね。これがヒューズボックスです。エンジンもあるんですけども、室内にも関係しているヒューズボックスです。別の動画で上げてるんですけども、マップランプとかルームランプの改造をするときに、こちらのヒューズを抜いて改造しました。ちょっと開けてみましょうか。こうか。はい、痛い。こんな感じですね。ヒューズ。いっぱい入ってます。また詳しくは説明書を見ましょう。ね、あれ何やろな、あれはちょっと何かの油圧の何かでしょう。はい、ね、この多分オレンジの線はモーター関係の電気の線っぽいですよね。あの奥の方にあのオイルのフィルターが見えますね。どっから取るんでしょうね。そこからですね多分。これエンジンのすごいな取り付けが、なんかあのなんていうの、ゴムとかじゃないんですね。なんか、だいぶこういうの振動を逃す装置かもしれませんね。あ、これ東京ディズニーランド。違うな。はい、あと、ワイパーはこういう風なエアロワイパーになっております。ワイパーはエアロワイパーですね。こんな感じで。前の前期の時、かなりこっちの運転席側のワイパーが大きいため、ビビることが多かったりですね。まあちょっと古くなったのもあるんですけど、結構初めのうちからビビって一
1回だけディーラーさんに相談したら交換してくれましたけど、あまり結果は変わらなかったです。今回は今のところビビってる様子はないんですけども、窓にガラコを投付して、ワイパーもガラコ用の撥水ワイパーを装着して、今のところ順調です。このボディ見るだけじゃ分かんないんですけど、今回コーティングしました。有名かどうか、まあ、なんかネット上では有名なんですかね。オートマックスとか行っても売ってなくて、ネットでもアマゾンとかそういうところでは売ってるのかな。楽天では売ってるんですけど、ピカピカレインっていう、ガラスコーティング剤ですね。今のところすごい気に入ってます。本当によく撥水しますし、汚れの付着もだいぶ抑えられてる感じがします。で、あんまり意味ないですけど、ガソリンのところです、入れるとこです。あ、無塩ガソリン、バイオ混合ガソリン対応車らしいです。入れたことないような気がしますけど、環境にいいでしょうかね。はい、一応開けるとシューズってこんな感じで、開ける前は静電気に気をつけましょう。ともしご存知の方いらっしゃったらなんですけど、タイヤにこういうなんか色がついてるんですね。で、買った時にタイヤに色ついてるのはなんとなく今までの経験あったような気がするんですけど、買った時になんかどっかこの辺に同じ大きさで水色の点がベチってついてたんですね。これ新車早々汚れてるやんけと思って、まあディーラーさん行こうかなって言おうかなと思ったら、新た取れました。普通に、なんでしょうね、なんかバランサーとかバランスとかなんかそういうの測ってるのかな。もしご存知の方いらっしゃったら教えてください。次は一応スライドドアの具合も軽いですね。はい、次は車内行きたいと思います。その前にちょっと他の人なんでこっち見てるのかなと思ったら、まあ撮ってるのもあるけど、このナンバープレートですね。そう、先ほどピカピカレインの話しましたよね。どれぐらいすごいかっていうのはおかしいんですけど、ちょっと施工に失敗したところがありまして、そこをお見せするとですね、これなんかついちゃったんですね。で、まあこのレザーがピカピカレインの対象か、なんか使える対象かどうかわかんないですけど、全く取れないです。で、まあこういう失敗したらこういう感じになるんで気をつけてください。失敗というか他のとこついて硬化しちゃうとこうなります。で、あと何点ここの辺もね、なんかそうなんですね、取れなくなっちゃいました。削ったら多分取れると思うんですけど、まあ良しとしてます。じゃあ室内の紹介をしたいと思います。この車6人乗りになってまして、2列目のシートはなかなか快適です。7人乗りの場合は、ここ真ん中の席が3人掛けになるんですけども、まあ、こういう肘掛けはもちろんついてないですし、このまずそれよりもスライド量ですね。このスライド量がだいぶ動きます、ね、これちょっと助手席が後ろ下がってるんでいけないですけど、で後ろにもだいぶ行きます。これ乗り比べたことあるんですけど、足の伸ばせる量が全然違うので、よっぽど7人しょっちゅう乗る方や荷物をがっつり乗せる方以外はこういうタイプの方がおすすめと思います。人が乗るのを優先するのやったらこっちの6人乗りの方が絶対いいと思います。本来オプションであるこの辺にUSB のコンセントさせたりできるんですけども、2万円ぐらいやったかな、するんで、ケチりました。オートバックスでこういうのですね、ちゃんと配線、その代わり純正のようにこの穴から配線を通して、ずーっと下まで。で、この蛇腹が確かその配線です。で、床下通して、行きましょうか、せっかくなんで。よいしょ、もうさっきのこの線ですね。床下通して、この下からずーっと、ここも剥がして、こう入れて、ここまで到達線は
到達してます。線言うてるけど 12V とマイナス8000ですね。その日本線がずっと行っておりまして、で、あのヒューズから電源を取っております。ヒューズはあのエーモンのやつですね。また、概要欄にでも載せておきます。せっかくなんでちょっと紹介しましょうか。だいたいもう電源はこの辺から全部取ってます。よいしょ、結構簡単に開くんで、こんな感じです。で、アースはこっから撮ってます。あそこに見えますかね、あのこのこれですね、いろいろ剥がれてるよ。あの USB とか、追加のシガーソケットタイプのつけて、いろいろ対処してます。あの手前はドラレコですね、ドラレコの線ですね。で、奥は USB、 この携帯の充電用の USB の、シガータイプのソケットを二口のやつですね、つけてます。一つはおそらくまた後で説明しますけど、グローブボックスの方につなげてたと思います。直します。よっ、これね、もう何回も外してるから簡単に開け閉めできすぎてちょっと嫌なんですけど、はい、はい、完了。あ、これね、ついでに下から USB の線来てる分です。ここ止めるようにしてます。普段はダラーンってなってますけど、だいたいこれがスライドドアですね。変わらない、オンオフで、これがあの横滑りかな、ちゃうわ、車線逸脱じゃあこっちはな。で、これは前のぶつかりそうになった時に自動のやつですね。オフしたことないですけど。で、これ ETC ですね。これはナビパッケージ言って最初から ETC ついてます。その代わりナビはついてないですけど、その外品を入れる前提のセッティングをしてくれてる、すごいこれは本田さんありがたい仕組みで、車を売ってくれてます。まあ、オーディオレス車ですね。これはガソリンの蓋。ガソリン挿入口の蓋ですね。で、これはさっきも開けましたけど、ボンネットです。ボンネットの開けるレバーっていうんですかね。レバーです。アミラ、アクセル、ブレーキ、サイドブレーキですね。これとこれ間違えないようにしてください。ここはドリンクを入れたらいけないドリンクホルダーっていうか、まあ、入れる人多いやろな、でも。まあ、多分、閉めた時に飛んだりこぼれたりするかと思います。僕は方向剤入れてます。で、ここスピーカーですね。スピーカー、音が出るところで、ジツイーターですね。ピナーのところ、これまた説明しますけど、オプションじゃないな、部品だけ取り寄せてツイーターをつけました。すごい便利でした。ドア開けるところとロックですね。で、パワーウィンドウのところはこんな感じですね。ドアミラーの、畳むやつですね。で、左やってこれを動かすとミラーの調整をします。右やっても同じことですね。ミラー調整します。使わないときは真ん中にしてます。で、これはチャイルドロックですね。押していると窓が開かなくなります。運転席はでき使えます。で、これはドアのロック解除ですね。で、パワーウィンドウ4席分です。はい、しょうもない部品ですけど、これすごい便利です。あの iPad とか携帯をつけれます。子供たちは喜びます。はい、あとあの LED に全部白の LED に変えてます。純正は茶色ですんでね、もう最初から LED にしといてほしいですよね、これね。で、まあ、もうちょっと大きめの明るいのつけとってくれたらなと思います。はい、次は、運転席から、紹介したいと思います。そうだ、さっきのね、一個前の車、電気って言いましょうか。電気の車との違いは、ここがないんですよね、ここ。確かここやと思うんですけど、ここに、ハイブリッド車特有のスイッチ。あの、低速になると、歩行者とかに対して、車の外にこう音を出してるんですね。シャーって音を出してるんですけども、それが前は、オンとオフのスイッチがあったんですけど、今はもう強制オンでオフができなくなってます。切ってしまうとやっぱりモーター車ってモーターで動いてる時って音聞こえないので、ほとんど車の音っていうのがですんで、これはオフできなくなったようです。ですんで、ここのスイッチがございません。
次はハンドル周りですね。ハンドル周りは特に変わってないと思います。これクロスター専用モデルで、ちょっと持った感じが良くなるレザーが貼ってますね。前の G センシングのあれなんていうんだったかな、2種類モデルがあるんですけども、タイプが2つあって、もう1つの方選ばなかったんで、このハンドルがすごい確かチープでした。あのプラスチック樹脂そのまま丸出しでした。で、ここもですね、確か、こういう感じでした。上、今回クロスターした上だけちょっと豪華になって、このワンポイントステッチが入ったりしてます。ここの色ですね、もっと明るい黄色に近かったですね。黄色っていうか肌色かなに近かったんで、だいぶ茶色の木っぽくなってます。はい、こちら純正ナビ用の一応、ボタンですね。オーディオと連動してまして、ソースを変える。あの、テレビにしたり、ラジオにしたり、DVD にしたりってところですね。で、ここは電話、あの、ハンズフリーで、ここで電話取れて、切って、これ確か押すと、音声検索できるボタンです。で、こっちはホンダセンシング。高速自社使ってないので、いつも感覚で、触ってるから明確に説明できるかどうかわかんないんですけど、確かメインボタンを押すとまず起動して、これを押すと前の車との車間を設定できるんですね。あと、まあ上とか下であのスピードの調整とかしてきたりします。この車はあの確か30キロ以下になるとこのモードが解除になるので、自分でブレーキしないと、だからまあ渋滞がの場合はダメいうことですね。最新のステップワゴンとか、フィットとかはそういうのはモードがついてるらしいです。だからあまり詳しくわかんないんですけど、そういうモードをつける場合は、電子パーキング対応の車じゃないとできないらしいんですけど、まあ、このフリードね、後期でやるかな思ったけど、やらなかったですね。残念です。と、これはあれですね。ここを押すと、ここですね。上を押すと、あそこが変わります。上を押すと、これがこういう風に変わりますね。どん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 。はい。はい。で、下を押すと、あ、下も一緒。下は逆戻りで、逆回しですね。逆回し。下は逆回し。ですね。で、自分が好きなモードは、だいたいこれだったかな。前からこうすごい便利なグローブボックスです。はい、いかがでしたでしょうか。動画が長くなってしまいますので、一旦前編とさせていただきます。後半では、車内の環境を紹介したいと思っております。パナソニックの最新ブルーレイナビ、Wi-Fi 環境、Fire Stick TV、iPod の接続など紹介していきます。この動画が楽しかった方はぜひいいねボタン、高評価お願いいたします。またチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。